皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね H&M の購入品を紹介していきたいと思います。3月の2日に H&M スタジオから新しくコレクションが出まして、それがねもうめっちゃ可愛いんですよ。本当に H&M スタジオ私すごい大好きで、 H&M の中でもすごくこうハイエンドな、めちゃくちゃハイセンスな、ちょっとこう奇抜なお洋服とかもねあったりとかするんですけど、でなおかつサステナブルな素材で作られているお洋服なんですよ。そうで、私もすごいもうスタジオファンで前コレクション本当にチェックしてるんですけど、今回のコレクションもバチイケで超可愛いものがたくさんあるので、今日私がゲットしたものを紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず一つ目のアイテムが今着ているこちらのトップスでございます。このめちゃくちゃショート丈のジップパーカーなんですけど、すごくあのピタッとしたシルエットになってます。でこれ本当はセットアップで着れるやつなので、同じ素材のパンツもねあったりとかするんですけど、ちょっとそのパンツが大きめだったので、今回はトップスだけゲットいたしました。でもその合わせもすごい可愛いんですよ。上すごいピタッとしてて、下めっちゃワイドみたいな、すごく可愛いんですけど、今回私はちょっと上だけをねゲットしてみました。このブラックのジップフーディーですごい使いやすそうじゃないですか。まあ、無難なジップパーカーなんですけど、そうすごいシルエットが可愛いのと、あとここにワイヤーかなが入っていて、結構ここがキュッと、わかるかな、見えるかな、ここキュッてなってるんですよ。そうだからすごいフィット感もあって、まあフィット感はあるんですけど、そんなにこう窮屈な感じもなく、とてもこうボディラインも綺麗に見えるし、なんか今結構ボトムがこうワイドなゆったりとしたものが流行ってたりとか、私も今季はそんなような気分なんですよ。ボトムはちょっとこうワイドで上はキューみたいなシルエット可愛いなと思って、そういったワイドなボトムにもすごく合うなと思ってゲットしました。これフードもついていて、こんな感じでフードはぶっちゃけもうちょっと大きくても可愛いなって思いましたが、こんな感じで着れるトップスです。これすごい可愛くないですか。まあ、H&M スタジオって結構こうハイセンスな感じのお洋服は多いんですけど、こういったなんかシンプルなものだけどちょっと形が変わってるとか、ちょっと形に癖があるみたいなやつも結構あって、ちょっと個性が出るっていうか、なのでそういったお洋服とかも結構あったりするので、意外とこう普段でも使いやすいようなアイテムもあったりします。こうやってジップ閉めてトップスとしても着れますし、まあ、逆にこう開けてアウターみたいな感じで着ても可愛いと思うので、いろいろ着回していこうと思います。では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらのワンピをゲットいたしました。こんな感じのシアーワンピなんですけれども、これもまたねすっごい可愛くて、まあ、なんといってもこの柄、総柄なんですけど唇の柄になってて、なんか私こういうの本当好きなんですよ。ちっちゃい時から、ちっちゃい時からっていうか、まあ物心ついた時からすごい好きで、なんかちょっと懐かしさもあり、やっぱり可愛いなと思ってこのワンピもゲットしてみました。形もすごく可愛くて、首元とかは詰まってるんですけど、後ろにめちゃくちゃ大胆にスリットがガーって入ってて、これもちょっと女性らしいというか可愛いなっていうのと、あとシルエットもすごくタイトな感じで、ちょっと攻めた感じのワンピでもあるんですけど、これにアウター羽織ったりとかしたら普通に普段でもまあ着れるかなと思いつつ、まあ、でもちょっとこうファッショナブルに行きたい時とか、ちょっとパーティーとかあまり機会はないかもだけど、ちょっと攻めで行きたい時とかにすごく使えそうだなと思ってゲットしました。あとこのカラーですね、私最近すごく赤に惹かれていまして、やっぱ赤ってすごく可愛いなって思うので、このカラーにもとても惹かれましたね。ちょっとギャザーが寄ってたりとかして、ここもすごく可愛いですし、まあ、素材も柔らかい素材というかで作られているので、伸縮性もあってすごい締め付け感があるとかっていうわけでもないので、着心地も良かったです。でこれすごいロング丈になってて、私169あるんですけど、すごいちょうどいい感じで着れたので、丈が長いっていうのもすごく私的には嬉しいポイントです。ちなみに着脱は後ろにチャックがついているので、ここでできるようになっております。めっちゃ可愛くないですか。これネックレスとかとね合わせてこんな感じで着ていきたいなと思ってます。このパーカーとも相性良さそう。これ着た上にちょっとパーカーでカジュアルダウンさせてみたいな感じでも可愛いと思います。では続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらのロングスカートをゲットいたしました。これも同じく真っ赤なロングスカートなんですけれども、私前インスタにはあげたんですけど、 H&M のショールームにご招待いただいて、でこのコレクションもね見てきたんですけど、そこでも着ていた、試着させていただいたスカートです。このスカートね、
すごくタイトなスカートでめっちゃロングなんですけど、見た目だとちょっとこう着づらそうっていうか、タイトだし結構細身なスカートなので、で動きづらそうだなとか履きづらそうだなって思うかもしれないんですけど、素材がすごい柔らかい素材でできてて、なんかジャージっぽい素材というか、意外とこう柔らかくて伸縮性のある素材だったので、すごく履きやすいです。履き心地めちゃくちゃいい。でこれも後ろにスリップが入ってまして、こんな感じで結構大胆に入ってるんですけど、でもここにちょっと生地が重ねてついてあるので、下着とかは見える心配はないんですけど、この後ろのスリットもめっちゃ可愛いし、何よりスーパーロング、本当にロング丈です。私でもハイウエストで履いて、すごいもうギリギリするすってんのかな、ギリギリだからまあヒールとかと合わせて着たいなと思ってるんですけど、スーパーロングが超可愛くて、まあ、冬でももちろん可愛いですし、夏とかでもこれにタンクトップとかキャミとか合わせて着たいなって思ってます。ちょっと深いボルドーっていうのがまたすごく可愛くて、これもとっても気に入ってる一着でございます。何より本当素材がとても良くて着心地がいいので、めちゃくちゃお気に入りです。ちなみにこれもね、セットアップみたいな感じで、上はビッシェみたいなものがあったんですけど、私は今回スカートだけにしました。まあ、ビッシェも可愛かったんですけど、あんまりこう普段着る機会がなさそうかなと思ったので、今回はスカートのみを購入いたしました。では続きまして、4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。デニムパンツなんですけど、これすごいシルエットが可愛いんですよ。さっき私も今季はダボっとしたシルエットが気になってるって言ったと思うんですが、これもすごくゆるとダボっと履けるパンツになっております。私普段 H&M で36かなを買ってるんですけど、このパンツは結構大きめに作られているので、まあ、もしかしたらワンサイズ落としてもよかったかなと思ったんですが、まあ、36でも結構ローライズな感じで本当にブカッと履けるので、それもまたね可愛いかなって思います。まあ、なんかちょっとウエストキュッてして履きたいなって時とかはベルトループもついてるから、ベルトをつけて履いていこうかなと思ってるんですが、シルエットが本当にこれ可愛くて、ちょっとこうバルーンっぽくなってるのかな、一回膨らんでまた裾にかけて少し細くなってるような、そんなシルエットのパンツです。でこれも結構ロング丈なので、足首ら辺でこうクシュクシュってなるんですけど、ちょっと裾が細くなってることでもたつかずにうまくこうシュッとダボっとしてくれるので、そこもとてもいいなと思ってます。あとこのカラーもすごい可愛くないですか。なんか私今回全体的にちょっとロックっぽい感じの印象を感じたんですよ。まあ、このさっき の赤いお洋服だったりとか、こういったケミカルウォッシュというかブリーチがすごいかかったような明るめのデニムとかっていうのも、ちょっとこうロックっぽい印象が私はあったので、なんかこう80年代というかそのぐらいの感じのファッションが好きな方はめちゃくちゃ好きなコレクションだと思います。今回のコレクションがシンガーソングライターのカリウチスさんっていう、すごくこうゴージャスなグラマラスな感じの女性なんですけど、まあ、その方がアイコニックな感じになってて、めちゃくちゃかっこいいんですよ。そのビジュアルがすっごいかっこよくて、見た瞬間にはめっちゃ可愛いと思ったんですが、お洋服もちょっとこういった感じでハンサムデリーな感じのお洋服が結構多くて、もうすごい私のタイプなんですよね。このデニムも超可愛い。でこのデニムと同じ素材、このカラーのビスチェのワンピースみたいなやつもあったんですけど、それもすっごい可愛かったんですが、結構こう胸元ががっつり開いてるデザインだったので、ちょっと私今回はそれは見送ってこのデニムだけをゲットしました。でも本当このデニムめっちゃ可愛くてですね、これから春とか夏になってくると思うんですけどにもすごく大活躍しそうなデニムをゲットできました。これマジで気に入ってます。では続きまして5つ目がじゃじゃん、こちらのパンツでございます。こんな感じのプリントパンツ、デザインが入ったパンツなんですけど、これもすごい可愛くないですか。ちょっとまあ派手な感じではあるんですけど、ボトムでこういった派手なものを持ってくるときは上でこうシンプルなものとか合わせてあげてバランスを取るのが可愛いかなと思います。ちなみにこちらはね、この前ショールームにお邪魔させていただいたときにプレゼントでいただいたものなんですけれども、これも多分こっちのデニムと同じような感じの形かな、同じかな、ちょっとこう裾が狭まってると思うんですが、これも36で同じサイズなんですけど、若干こっちの方が大きめに感じました。私的には結構ダボっとしてた気が、もしかしたら同じかもしれないけど、さっきのデニムよりももう少しダボっと感が強かったかなっていう風に思ってます。何の柄なんだろうな、何の柄かちょっと分かんないんですけど、でもこの何の柄か分かんない感じも可愛いし、あとこの色合いもすごく素敵じゃないですか。ブラウン系のカラーでなんかゴールドアクセとかとす
ごく相性バッチリだと思うんですけど、色合いとかもすごく気に入ってるパンツです。これもちなみにセットアップで上はジャケットがあったんですけど、私は今回デニムだけをゲットさせていただきました。柄パンツもちょっとコーデのアクセントになりますし、すごく使えるアイテムだと思うので、こちらもたくさん履いていきたいなと思っております。では続いてでラストでございます。ラスト6個目がじゃじゃん、こちらのトレンチコートをゲットいたしました。これすっごいんです、すっごいオーバーサイズで、ちょっと全体見せるのがめちゃくちゃ難しいんですけど、色味的には結構こうオーソドックスな感じのベージュカラーで、とてもシンプルな感じなんですけれども、これもまたデザイン、あのシルエットがすごい可愛くて、これはねめっちゃオーバーサイズなんですよ。すっごい大きいんですけど、それがやっぱ可愛い。私アウター結構ボワッとした大きめのアウターがすごく好きで、よく着たりするんですが、トレンチコート私も持ってるけど、こんだけオーバーサイズのトレンチコートは持ってなかったので、今回のこのトレンチコートいいなと思ってゲットしました。でもう本当にオンラインでも店舗でも売り切れもめっちゃ続出してたらしくて、私も見た時このトレンチコート S サイズも XS サイズも売り切れで、M か L しか残ってなくて、で結構これオーバーサイズだから、私本当は S ぐらいが良かったんですけど、泣く泣く M をゲットしました。なのでまあちょっと大きいですね、やっぱ、まあ、S が良かったかなっていうのは思ったんですが、でもいっそのことこんぐらいオーバーに着ちゃっても逆にもうなんかかっこいいんじゃないかって思いました。本当にそのぐらいオーバーサイズなので、まあ、なんか中は結構コンパクトなお洋服とかと合わせてあげたりとか、ちょっとこう首元をすっきりさせたりとか、あんまりこうギュッと詰めすぎない方がいいかなっていう気はしました。なのでそんな感じで春とかね着ていきたいなと思ってます。肩幅もすごく大きいですし、丈もしっかり長いし、あとこれめちゃくちゃビッグカラーになって、そこも可愛いんですよね、襟が超大きい。まあ、でもこんだけオーバーサイズなんですけど、その割には重量的にはそこまで重たくなくて、なんかこうさらっと羽織れるような感じのトレンチコートでした。こんだけオーバーサイズで生地もめっちゃ硬くてみたいな、すごいガッチリとしたトレンチコートだと本当にもうすごい着られてる感があるかなと思うんですけど、素材も柔らかいですし、落ち感もまああったりするので、なんかこう着方によっては着ていけそうかなっていう風に思ってます。とにかくこうオーラが出るようなそんなトレンチコートなので、これもちょっと着回していくのが楽しみなアイテムです。まあ、やっぱトレンチコートって晩年使えるアイテムだと思うので、形とかの入りはあるかもしれないですけど、トレンチコート自体はもうずっと着られてきたすごいベーシックなアイテムだと思うので、長く着ていけるかなと思うので、この H&M Studio ってさっきも言いましたけどハイエンドなコレクションなので、その分お値段とかも普段の H&M からはちょっと考えられないぐらいの高価なコレクションだったりもするんですけど、でそこのトレンチコートも結構なお値段はしたんですけれども、トレンチコートなので長く着ていけるかなと思い、こちら今回ゲットいたしました。なのでたくさんこれから着ていきたいなっていう風に思います。春めっちゃ着ようやっぱトレンチコートは春のイメージが私は強いので、これから本当にまさに春になるのでたくさん着ていこうと思います。はい、ということで今回の購入品は以上でございます。今回のスリオコレクションもめちゃくちゃ可愛くて、毎回毎回本当に H&M スリオは期待を裏切らないというか、うわ可愛いっていう、すごくこうときめくお洋服がたくさんあるので、年に2回だったかな確かあるんですけど、だからもファンで居続けようと思います。でも特に今回のコレクションはめちゃくちゃドタイプのものが多かったので、ぜひみんなに共有したいと思って今回動画を撮ってみました。多分もう売り切れのものが結構多くなってきてるかなとは思うんですが、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。